2022年2月25日午前に米海軍佐世保軍港へアメリカ急強襲揚陸艦1番艦アメリカが入港したよ。これは、2022年1月から2月にかけて東シナ海及び西太平洋などで、実施していた日米共同訓練が終了したために母港の佐世保へ寄港したもので、これから乗員の休養と艦隊の整備や補給を行うものと思われるね。この佐世保軍港への入港の際にテルトローター機として最も有名なオスプレイを9機とヘリコプターを5機、露天軽視していたことが確認され、話題となったな。中国兵の牽制も少なからずあるって感じかな？そうかもしれないね。さて今回は、米海軍の強襲揚陸艦が、オスプレイを満載して佐世保へ寄港したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。強襲揚陸艦アメリカは、ワスプ級強襲揚陸艦 SX や、ドッグ型揚陸艦などとともに米海軍の遠征打撃群を構成する主力艦の一角を成しており、今回の日米共同訓練では、米海軍に3つ級原子力空母3番艦カール・ビンソンや、同級5番艦のエイブラハム・リンカーンを主力とする空母打撃群と、連携及び相互運用能力の向上を図るための訓練が実施され、海上自衛隊からは、ヘリコプター搭載護衛艦ヒューガやミサイル護衛艦コンゴーなどが参加しているよ。そして、今回佐世保軍港へ入港したアメリカの飛行艦パンには、沖縄の普天間基地に配置されている、米海兵隊第3海兵遠征軍第1海兵航空団第36海兵航空軍所属の MV-22B オスプレイが露天軽視されていたみたい。通常は露天軽視せずに入港することが一般的であるため、近年、軍事的な威圧を強める中露の動向から、不測の事態に対応するために即応態勢を敷いていたのではないかと推測されているんだ。米海兵隊ではこれまでのヘリボーン作戦において、CH-46 ヘリコプターを利用していたんだけど、MV-22B オスプレイは CH-46 と比較して圧倒的に長い航続距離と移動速度を有しており、その性能は CH-46 を圧倒するものだったよ。MV-22B と CH-46 の具体的なスペック比較としては、最高速度 520km 変離及び巡航速度 490km 変離は約2倍の差があり、航続距離は CH-49 が約 700km であるところを MV-22B は約 3900km と5倍以上延伸しているぜ。兵員輸送量も CH-46 の12名から24名と倍増し、貨物搭載量も CH-46 と比べて約3倍となったってわけだ。また、MV-22B と陸上自衛隊でも導入した V-22 を含めたオスプレイシリーズ全般の機能として、装備する回転翼は主翼を90度回転して折りたたむことで胴体に収納することができ、CH-46 と比較しても船舶へ積載する際の占有スペースを少なくすることができるため、強襲揚陸艦や空母の格納庫へ CH-46 と比べて多く搭載することが可能となっているなど、MV-22B は CH-46 と比較して圧倒的優位性を持っているな。先に述べたように陸上自衛隊でも陸上運用型のオスプレイ V-22 を導入しており、2020年3月26日に新編された第1ヘリコプター弾輸送航空隊にて運用しているよ。同部隊は、2018年に新設された南西諸島などの離島防衛奪還作戦を主任務とする、水陸機動団の航空輸送手段として設立されており、V-22 は CH-47J と併用して運用されているね。このように陸上自衛隊にとっても V-22 は非常に有用な機体だけど、オスプレイがまだ試作機であった段階事故1回目1991年6月11日、事故2回目1992年7月20日で、二度の重大航空事故を引き起こしており、採用後の定率初期生産段階でも二度重大事故3回目2000年4月8日、2000年12月11日を起こしているんだ。そのため、水陸機動団が配備されている佐世保市の相浦駐屯地からも比較的近い立地であることから、配備先として計画されている佐賀空港へのオスプレイの配備について、佐賀空港周辺住民やその支援者が配備への反対を表明しているよ。そのため、用地取得も遅延しており、佐賀空港への配備を進められない状況となっているってわけ。それに伴い、佐賀空港への正式な配備決定までは、千葉県の木更津駐屯地へ暫定的に配備されることとなり、旧機の V-22 オスプレイが2022年2月までに配備されることになったんだ。しかしながら、千葉県の木更津駐屯地への配備は、オスプレイに求められる水陸機動団の航空輸送任務を行うには、あまりにも距離が遠すぎるため、このままでは水陸機動団の作戦遂行能力に大きな足かせを課すことになりかねない状況となっているぜ。現状、佐賀空港へのオスプレイ配備の見通しは全く立っていない原因としては、
開発段階や初期配備段階での事故をマスメディアや左翼団体指揮者が、センセーショナルに報じていることが原因であり、このような諸団体個人は、オスプレイが反対というよりも、日米同盟、在日米軍、自衛隊そのものを反対であると主張しているため、防衛省とこのような諸団体等との対話は、いつまで経っても平行線をたどっているよ。そもそも、オスプレイの事故率は他のヘリコプターと比較しても特筆して高いものではなく、それはあたかもオスプレイの事故率が高いかのように古代に報じるマスメディアは公正な主張をしている言い難く、日本の防衛環境は、中ロ北朝鮮などの外敵だけではなく、そのような内なる敵にも適切に対処しなければならないという、厳しい環境に陥っているわけだな。今回、強襲揚陸艦アメリカの飛行甲板に露天軽視しているオスプレイの姿を報じた長崎テレビ KTN のニュースの内容についても、強襲揚陸艦にオスプレイが搭載されていることに批判的な論調となっており、この情報を長崎テレビに提供した市民団体であるリムピースは、日本全国に点在する在日米軍基地の監視を行い、その動向をネット上に公開しており、まるで他国に情報を横流しするスパイのような団体となっているんだ。この団体の運営については、在日米軍基地があるごつの地方自治体の市議や元市議の5名が携わっているとされており、同団体の公式ウェブサイト上には、この5名の名前が公表されているよ。この5名の運営者は、遠藤洋一元議員元東京都福生市議会無所属議員元雑誌記者、金子時夫議員神奈川県相模原市議会議員市民民主クラブ、田村純元議員山口県岩国市議会議員無所属、早見敦議員長崎県佐世保市議会議員社民党、山城康夫議員神奈川県横須賀市議会議員無所属と記載されており、いずれもが左翼系の活動家や左派政党の議員ってわけ、オスプレイの開発段階に発生した事故については、輸送機であるという特徴上乗員4名輸送兵員24名、1回あたりの事故の犠牲者数が多いことは事実だよ。これが、射出座席のある戦闘機であれば、事故の犠牲者は1名から2名、または0名であった可能性もあると言われているんだけど、それは搭乗員が少ないからであり、旅客機と同じように多数の人員を輸送する機体であることから、墜落時の犠牲者が多くなるのは致し方ないと言わざるを得ないんだよね。また、オスプレイが米国で量産が開始されて以降10年間に発生した4度の重大事故での犠牲者は7名とされているんだ。これは、他の機体の事故率で比較した場合でも事故率としてはむしろ低い方であり、米海兵隊の飛行時間として10万時間あたりのオスプレイの事故率は 1.93%、海兵隊が保有する全航空機の事故率は 2.45% であることから、オスプレイの事故率はそれを下回っており、むしろ相対的に安全性の高い軍用機であることが示されているってわけ。なお、民間航空会社の事故率と比較した場合、フィリピン航空は 2.47%、大韓航空は 2.58% となっており、それらの民間航空会社よりも低い値となっているんだ。このように公正に調査すればすぐに判明するようなデータが多く公開されているにもかかわらず、左派系の主張に沿う形の非常にバイアスのかかった情報ばかりが大きく報じられており、危険なオスプレイというイメージを国民に植え付け、日本の防衛を阻害している事実は、もっと広く知られるべきなんだよね。そもそも、オスプレイは米国において広く運用されている機体で、多くの実戦を経験している米軍が、任務に支障をきたすような安全性に疑義のある航空機の運用を拡大するのかって話だよな。米国は訴訟大国でもあるから、安全性に疑義のある機体を運用することで犠牲者が出た場合、米国政府は巨額の賠償責任を問われかねないぜ。だからこそ、米軍は軍で運用する航空機など兵器の安全性には十分に留意しているんだよね。さらに言えば、一例として、自衛隊が運用する重火器の製造した住友重機械工業は、その重火器の性能や耐久性のデータを改ざんしたことが公表されて大きな問題となったんだけど、その対象となる重火器は回収されずに運用が継続されているよ。そのようなことがまかり通っている自衛隊の安全審査よりも、米軍の安全審査の方が圧倒的に厳しいものが課されているということも周知されるべきだと思うんだ。実戦の機会が多い米軍は、実戦をあまり想定していない自衛隊などより、よほど安全に対する意識は高いものがあるってことだね。そのことも含め、防衛省はオスプレイの安全性について、しっかりと国民に周知していく必要があるだろうな。ちなみに、日本は米国本土以外でオスプレイのメンテナンスを行う企業がある。
数少ない国の一つだぜ。日本においてオスプレイのメンテナンスリペアオーバーホール MRO 契約を結んでいるのは、日本飛行機と呼ばれる企業であり、神奈川県大和市に所在する同社の厚木工場にて、米軍及び自衛隊のオスプレイの整備を行っているよ。国内でも重整備の環境も整っており、日本は他国と比べてもより安全にオスプレイを運用できる国でもあるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。